桜子さんありがとうです。羽生選手の神戸、静岡でのファンタジーでの柄作品はデイビッド・ビルソンの振り付けのようですよということみたいです。リモートで振り付けをしていたようです。誰とコラボするのかな楽しみですよということみたいですよ。デイビッド・ビルソンさんの振り付けということみたいですね。うん。いちごプリンさんです。 ベコメントはゴミ箱クルクルっぽいでいいでですようんん、えー、ちゃんには羽生選手に対する怨念みたいな、えー、よどんだかな変な空気を感じるし誹謗中傷は罰則が厳しくなるのでそれを公開した側も批判されるかもしれないし変なことにカブ君が巻き込まれてほしくないですはいありがとうございます、えー、一応保存はしとくんですけどもう ゴミ箱にくるくるっぽいゴミの日にっぽいオッケーでございます。はい。リンダンさんです。ハ、えー、ングルでハニュユジルを書くとハニュユジュ,ル,ュ,ユジュルとなりますということみたいですね。はい。これはちょっと、えー、そうなるみたいですよ。はい。ハニュユハニュジュルとなることみたいです。ハングルに伸ばす音はないのでニューとはなりません。 また図の発音がないのでじゅになりじゅになりますハニュユジュールと発音しますということみたいですねなんとなく可愛いですよね確かにありがとうございます、えー、マスミンさんありがとうございます、えー、カブクンツライトに配信ありがとうございます雑談ミックスです 羽生くんの中国人気は有名ですが、韓国でも人気ですよね。ハングルの動画がたくさん上がっています、えー。中国語だと文字で内容の予想がつくけど、韓国の動画はサムネイルしか分かりません。確かに。韓国語の方が日本人からすると覚えるのも簡単らしいんですけど、ただ意味が分かんないですよね。中国語だとなんとなくね、ああこういう感じがするなっていうのは分かりますが、逆に 発音とか難しいですよね昨日テレビで本田武さんのファミリーのお様子を取り上げていましたお嬢様2人がスケートをしていて月に1度安藤美樹さんから振り付けやレッスンを受けているああへえそうなんですかこれまた新情報ですねスケート界も2世が結構いますね村さん狩山くんマリいンくんまだいましたよねってあそっかマリいンくんもそういえば2世なのかうん うちの息子の YouTube はゲーム系です。私は覗いたことはありますが、自分が全くゲームをしないので、えー、さっぱりということですね。顔出しはしていなくて、ゲームの画面のみです、えー。ちなみに7万登録者数のチャンネルの他にももう一本しているんですが、そのチャンネルは私には分かりませんということですね。ゲーム系だったらうちの弟がやってるんで、もしかしたらわかるかもしれませんね。うん。 あんまり母親には知られたくないようです。本人は重要なのは、登録者数より、えー、っと、そうですね。登録者数より再生回数だと言っていました。そ,その通りですね。うん。1000人超えてたら、あんま関係ないんですよね。もうね。株君は日本に YouTuber になるための専門学校みたいなところまであるのは知っていましたかあ、これ知ってましたね。うん。あんま学校とかあんまちょっと興味なかったんですけど、株君も配信を頑張ってくださいね。 歌舞伎にとって人に合わすとも自分の胸中を取るできる場所なんで貴重だと思います。その通りですね。うん。いろんなことをこう言,言えるというかね、転職っぽいかなと。転職なのかちょっとわかりませんけどね。何でしょうかね。うん。弥生さんありがとうございます。やっぱり主張はするものですね。良い友達を持ちましたね。それにしてもパンとヨーグルト3個って前の日の分ですか面白すぎです。 いやー本ほんとですね。今回、ちゃんとコーヒーまで来ましたからね。うん。ずいぶんと毎日、景気が変わって、もう、面白いですね。うん。逆に、今日多すぎて食べれなかったからですからね。うん。えー、桜子さん、ありがとうございます。遠投すみません。アイキラーマイ甘い手ら、ティ昭様へ、名前を出していただいたのに、お返事しなくてすみませんでした。静岡でのファンタジー、本当に楽しみですね。お互いに心ゆくまで楽しみましょう。 私は謙信公生誕の力の参戦ですので当日は宿泊しますえ。娘と一緒です。今までのファンタジーも娘と参戦でした。え前窪様は亡くなられた奥様をとても愛していらっしゃいますね。今も文章からそれがよく読み取れますということでございますよ。はい。え、次元さんありがとうございます。 かぶくん、確かに昨年、去年は夏なのにダウンジャケットを着てましたね。こちらは中国地方、県旗、東海、北陸揃って梅雨入りしたと見られるらしいです。比べてスペインの国書だこと、いや国書も本当半端ない暑さですね。車の上で目玉焼きができるでしょうね。急激に暑くなれば身体がびっくりして反抗期になるかもです。なるほど。 暑くなったらあそういうことですね。私も油断したら脱水状態になりやすいので注意してます。株君も気をつけてくださいねということでありがとうございます。はい。えー、今年はビルギーもなんかめちゃくちゃ暑くなるっぽいのでうん、えー、注意必要ですね本当に。はい。